はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ギタリストの伊勢です。ギタリストの新井です。今日からか、はい、今日から始まる新企画、衛星プロデュース。いや、まあ、まあ前からでもね、やりたいなって話してたじゃないですか。普段僕らの動画って結構細かく話してるんで、なんか30分近くとか20分の動画とか結構長いですよね。で、専門的だったりして結構難しいですっていう声もちらほらちらほら聞くんで、このシリーズでは超初級、ズバリタイトルは、あ、ズバリタイトル、はい、タイトルは超超初心者講座。もう本当にドレミのドもわからない、そう、ギターのギもわかんない、クラシックのクもわからない。もう分かってないじゃん。でもまあそういうことですよね、うん、僕はやっぱりちっちゃい頃からやってるから、そのギターに関してはもちろんそれはやり始めた時はド初心者ですけど、うん、そう思ってなかったからね。まああんまり覚えてないでしょ、小1だからね。ありました、俺は超ド初心者だっつってギターを始めた。いや、ありました、ありました、ありました。僕はだって15、6歳だったから、うん、でも自分のこと超ド初心者と思ってないでしょ。思ってる、言ってましたよ、ね、うん、はい。僕の場合はその時は YouTube とかもないんで、教材とかテキストとか雑誌買ってきて、それでひたすら勉強しましたけど。雑誌、どういうの？ヤングギターとかギターマガジンとか、まあそういう感じ、ね、ジャンル違うって。いや、でもその時はほらチューニングするとか、あ、そういうの、ね、ギターっていうのはどんなもんかっていうのを、クラシックから始めたって感覚じゃないですか、うん、ギターを始めたって感覚。本当に超ド初心者の方ってチューニングって聞いてものハテナマークが出ちゃったりとかね、結構大変ですよね。をこのシリーズでは本当に一からで短くですね、一本一本本当にもう5分から長くても10分ぐらいで、うん、サクサクっといけると見やすいかなと思って、うん、まあ、僕も2、3年前にド初心者になったことあるんですけど、なんギターじゃないですよ、あの釣りで、はい、ちょっと困るな。なんかスタッフがちょっと釣りで、まあ、釣りね、はい、まあ、釣りは本当に子供の頃からやってたんですけど、ジャンルっていうかその対象魚って言うんですけどね、その釣る魚が変わるともう全く違うんですよ。こうネットで調べても言葉とかがやっぱ分かんなくて、用語がね、用語が。で、僕は最初は船釣りだったんですけど、船釣りの用語で純日本なんですよ全部。ところがブラックバスはアメリカの競技フィッシングだから、全部もう横文字ね、英語ほぼ。大変でしたよ。そういう初心者の気持ちもわかる。もう雑誌見まくったり、ネット調べまくったり、 YouTube 見まくったりね、まあ楽しい作業だけどね。そうですね、だからまあそういう方のためにこの講座をやってみたいと思います。ところで新井さん、雰囲気また変わりましたね。いや、人のこと言えないじゃん、なんかまた。髪の色ですね。これは脱色？ブリーチです。ブリーチって、いや、まあ、ブリーチしてカラーしてます。脱色してカラー入れる。そうです。ああ。新井さん、なんか帽子かぶってるんですか、それ。いや、これは、一回ね、ちょっと、とあることがあって、坊主やってみたんですよ。で、中途半端に生えてきたから、ちょっと横がなんかぼやってなっちゃったんで、ちょっとだけトリミングしようかなと思って。え、トリミングだよね。はい。バリカンの設定が間違っちゃって、チュッてやったらないんだよ、ここがもう。そんなことある？設定間違うから。だからしょうがないから、もう全部ジャーってやってみたんですけどね。ああ、で帽子みたいな。帽子みたいに見える。わかんない。厳しい。バリカン初心者だから。まあ、設定間違っちゃったんだよ。もうちょっと調べればよかったかな。そうですね。やっぱまあギターもね、調べてからやる方がうまくいくってことでしょうか。じゃあもう一から分かりやすく早速、じゃあ次の動画やっていただけると、はい、いうことですね。はい、ということはチェックが大事だってことですかね。チェック